ディープボンドは3年連続参戦。悲願の G1 タイトル獲得を目指す。21日は朝一番西 W コースへ。大久保氏は、今朝も引き続き、いい雰囲気を持っています、とうなずく。調教後発表の馬体重は前走から8キロ増。体重は想定通りで前走とほぼ同じか少し減るぐらい。枠順もいいし、いい位置で運べると思いますよ、とイメージした。